はい、ファイアーエンブレムか雪月続きからやっていきたいと思います。いろいろ準備もしましたので、サクッといきましょう。カトリーヌでいいかな。はい、なんとしてもディミトリに剣を教えようとするっていうね。 C プラスになったよ。物になってきたな。コツをつかんだか俺。私前よりもうまく C プラスではな。っていう。みんな聞け、すでに帝国軍は目前まで迫っている。戦える者は武器を取れ、他の者は急ぎ避難せよ。我らには主の加護がある。恐れることはない。勝利を信じるのだ。準備はできてるか。でも余裕って感じ。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。ようやく来たようだな。今回ばかりは歯応えのある戦いになりそうだ。大軍が相手でも僕は絶対に諦めません。最後まであがいてみせます。まったく、こうなる前に一度くらい皇女様を口説いておくべきだったな。きっと主のご加護があるわ。大丈夫よ、みんなで一緒に頑張りましょう。こうなった以上精一杯戦うだけだよね。怖くないって言えば嘘になるけど、王国も大修道院も彼女に渡すわけにはいかない。何としてでも止めてみせます。殿下、ご気分が優れないようですが。気分が悪いだと？何を言っているんだドゥドゥ。むしろその逆だ。俺はな、今嬉しくて仕方がない。父が、母が、宝友が、あの女の首を、その命を求めている。彼らの声に応えてやれる機会がやっと回ってきたのだからな。うわ、どうしよう。マジ冷静に戦おう。俺は至って冷静だよ先生。冷静に彼女を殺すことだけを考えている。さあ行こう先生。この命に代えてもあの女の首をへし折ってやる。大丈夫かねえ。まあだからお望みの通りにさ、突っ込ませようと思ってるんだけど、どうせだからね。資格試験、0%。もういいよね。もうディミトリはいいよ。このまま行こう。一応ですね、落ちまくってたイングリッドさんですけどね、受かりました。なので、飛ばずに普通に馬でビューンって行きます。あ、おで、上級ないんだ。おで、夏買ってあげたいけど、今回の戦いでは微妙かな。そろそろ分けようかな。そうよな、おでな、育ってないからな。カスパル君の方がな、ここは使い勝手がいいと思う。できればうちのクラスの子だけで行きたいなとか思うけど、やっぱ好きな子優先しちゃうよね。ここってどうだっけ、めっちゃ広いとこだよね確か。なんか前割とね、こうなんかひよった戦い方してたから、ちょっと全力でいきたいね今回はね。ちょっと一回全員抜くわ。でやっぱこれか、中央行くチーム、こっちから攻めいるチーム、こっちから行くチームに分かれるやつだよね。
からバランスよく出していこう。マリアーナさん、メルセデスさん、これ私ね、リンハルト君も出した方がいいと思うんだよね。そうなんだよ、3人いた方がいいと思ってて、そうすると攻撃する子が減るな。ルル、アネット、ヘリクス君で、それカスパル一人いれば何とでもなるから、うん、なんか強えなこいつっていうやつはもう一人でやってもらえるから。でハッシュ君、うわ悩む、一人イングリッド出すべきか、シルバンはちょっとでもまず機動力欲しくなるもんな。ってなるとやっぱりイングリッドなのかな。あ、さ、ここ弓いけるんだ。表示されてないキャラめっちゃいるけど大丈夫頑張れ。だからここ、あー待って、弓2人いた方がいいかな。あー、そんな感じもするな。ちょっと待ってよ、あ、そっか、ヒーラーこの人がいたわ。この人がいるからヒーラー2人いらんか。そうだね、いらんいらん。なんなら魔法の人がいてくれればそれでいいか。こうか。で、これいいね。この二人がここにいるのめっちゃいい。で、ってなると、リンハルト君をやめて、代わりに、リシテアさんかヒルダちゃん。ヒルダちゃん行くか。うん。せっかくやからな。待って。ディミトリは前に前行ってもらうから、副官をリンハルトつけといて、で、ルルも前行ってもらおうと思ってるから、あ、でも、違うな。こうだな。こうで。危なっかしい人につけときたいんだけどね。じゃ、ヒルダちゃんに、あ、同じ斧同士ね。うん、ねえ、待ってよ、ここ正直この2人いればもう間に合うんだよな。うん、違う、弓キャラがもう一人欲しいんだった。どうしよう弓キャラ欲しいな。でも突っ込めば早いか、もうね、突っ込んだ方が早いね。これでいいですかね。いいです、行きましょう。うん、ちょっとこうかな。王国、敵が城郭内に侵入、防衛線を突破されそうです。大司教様を死なせるわけにはいかん。それに防衛線も守らなくては。とにかく援軍が来るまで持ちこたえねばな。いや大丈夫よ、ルル、もうゴリ押しゴリ押し、ふふう。いけるわ。どうする。はい、かっこいい。諦めろ。寝てた方がよく育つんじゃない。まあ、それはあるかもしれない、確かに。うん、行けます。強いいね。はい、頑張ります。
あーでもすごいね、倒せるんだちゃんと。よし、私ですか。クヨヒルダちゃん、おっしゃ行くぜ。で出るぞ。なんか前はね、ほんとチキってちょっとつ盲信しなかったので、今回もちょっとつ盲信しますよ、うん、焦らず戦おう。アリアヌさんを守りつつね。私ですか。よし来なよ。こいつらなのよ、こいつらが鬱陶しいのよ、うん。大丈夫大丈夫、うん、そっちはちょっと強弾兵で頑張ってね、うん、つえもっとこれを。そうだった、こっちいるんだった。え、よし来た来たいい勝負が出た、ね、待ってダメだ、ゆうたちゃん強すぎて、あの敵にちょっと申し訳なくなるわ、うん、お強いじゃん、すごいすごい、えすごいすごい、終わったんじゃない、あすごい、褒めます。援軍の侵入口を敵に抑えられている模様。東西の砦を奪い返せば援軍を呼び込めるかもしれん。待ってよ、とりあえずそこに私の嫌いな敵がいるので、そいつをまず投げ倒しに行きましょう。僕だって戦える。ルルどうする、こっち行くか。行け、さらに磨きをかけなくては。あ、そっか、2個あるんだ。なかなか進めないね、これはね。進んじゃうけどね。待って、でも、そんなことしたら、ね。被害受けちゃうよね。そうだよな。ちょっと待って、どうしよっかな。助かります。そっち行ってくれたらいいけどね。うん、どうだろうね。歯ごたえない、歯ごたえないよね、ほんとね、笑っちゃうよねちょっとつもうしにしすぎだよね私あれ倒してくるね、うん、うわあかん、これ以上出れん。ここにいてももうしょうがないので、行きましょう。呪い。よし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 。見えた。よし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 。みんなすごいね。あ、よかった、そっち行ってくれる。ナイス。5。弱。マリアーヌさん、関わらないで、関わらないで、ほんと。おお、役に立てたでしょうか。つえー、
さすがです。これが私の力。この気を使う。敵いるんだったって大丈夫？ちょっと弱いわね。まあでも注意引きつけてくれたのはありがたい。まずこの人いたわ、落とします。賞賛はあったの？そうだ、向こうにでもさあれだ、いるんだ。そうだそうだ、やりすぎだよな。一人で行かせるのはさすがにちょっと危険がちょっと多すぎると思う。向かわせるか。死神騎士倒すよとりあえず、よっしゃ大勝利、おめでとう。大活躍よねこの辺は。いい感じじゃねえか。負けない、死神騎士ごときには負けない。よし、でクソ届かないのか、こいつ落としたいよな。ちょいなんだけどな。ファイヤーサンダー、これか。よしで、あと動いてない誰、マリアーヌさんでも前出たらそう狙われちゃうから、もうここにいてくださいって。つまんないって。なんだろう、強弾兵にその程度しか与えられないんだっていう感じはするよね。当ててたらな。おお、当ててる、すごい。これで終わるやん、すごい。この辺ぐらいまでとりあえず行って、こっちチームだよね次ね。18、待って、素手やばくない？びっくりしたんだけど、素手の威力怖くない？ガルグマクという聖域を生まず、その余興にすぎ、この戦いは。おお、強え、おお。終わらせちゃった一人で。次を待つ。ガスパル君強すぎる。本気やん。片方の砦は取り返した、これで。そう、ドゥドゥのセリフ聞きたいからさ、私もっと頑張るわ、僕だって。オッケー、イルダちゃんどうする。もうとりあえず先へ進むか。なんかいるんだけど、何から狙われてんの？やだ。負けられないからな。地に。あ、おめでとう。経験は成長の糧ですわね。一
旦この辺で終わってもいいのかなって。トゥトゥちょっと前出すか。そうね、狙われない範囲ちょっと移動しといて。誰だ、あと移動してないの。みんな移動したと思ったけど。あーそっか、うん、まあでも先生もね動いちゃうとね倒しちゃうからね、一旦終わっておきましょう。ナイス。恨まないでください。試験に落ちまくってたことは思えないよね、うん、邪魔なんですけど正直ね、うん、正直邪魔じゃない、このみんな一列ならないでよ。わ、いける。貴殿らでは万に一つも勝ち目がない戦力を我々は揃えてここに来ましたからな。まだ戦力に余裕はありますからな。私は無理せず引かせてもらいますよ。砦は両方とも奪還できた。間に合ったようだな。終わっちゃったね。フェリックス君が行くまでもなかったね。届く？届く届く？ありがとうございます。じゃあもう中央チームも行きますよ。突っ込みますよ。あ、でも魔法いんのやだな。ちょっと待って、魔法倒せない？ごめん。すごい。ちょっとチョコ材かな。とりあえずここ2人に突っ込ませるわ。先生はもうこの辺にいて。兵器使える。兵器でさ、あのこいつ倒しとこう。こいつだけ倒しとこう。よしよしよし、これでねドゥドゥに危険が及ぶことはなくなったね。みんなとりあえず移動できるとこまで移動してもらって、なもんですかね。まあ、マリアーヌさんはそこにいるから何かあってもね。大手柄を得るまたとない好機。俺の手で大修道院を落としてやる。できるといいね。俺はこの戦いで活躍しなければならないんだ。やルールやっちゃって。くそ、一発で落とせなかった。あ、こっちにも人いたんだ。もう全然覚えてなかった。あれ何がいるの、あっちって。ただの兵士とかだけだよね。俺は侮ったか。本当よ。やべ、あ、やばい、ちょっと待って、やばい、ルルよかった。5しかない。よかった。これでルルを死なせるわけにいかないのよ。強なぜ。強、ナイス。エーデルガルトそこにいるでしょ。でもさ、それ以外はあのなんか女性の人って、あ、ここにいたわ。なるほどね。先生抜きで突っ込むのはやっぱきついかな。超きつだよね。待ってね、こいつは落とすわ。やっ、
無理はできん。口惜しいがここは引くぞ。地味よね。礼を言う。でちょっとこっちチーム、ちょっと痛いね。あ、弱い私に負けちゃう。まだまだか弱い乙女ですよ。ひろだちゃん常に乙女だよね、誰よりも乙女って感じ。来た来た来た。力も実力も強い。ほんと強いね。見てくれ、いい感じじゃねえか。もう尊敬しちゃう。もう尊敬しちゃう。ちょっと怖いんで、だってこう兵器無理でしょ。兵器には入んないもんね。そうだよね。なのでちょっと移動しましょう。何も倒せない。任せちゃっていいよね。もう終わりなのですか。すごいすごい、もう28だって。少しは成長できましたか。すごいすごい。知らない人。来るぞ。うわ、来たよ来たよ。もう陛下に見出されたこの命、帝国のために参ります。弱ヘーデルガルト様、申し訳ありません。戦闘の継続は難しく撤退いたします。結構ダサいよ、自分から突っ込んできてもうそのままさよならだもん。ミス。強えな。すごいな。絶対でもディミトリでエデルガルト倒したいので、ね、邪魔だ。お強すぎる。あ、おめでとう。こっち狙うのね、はい、え、なんか帰ろうとしてんの。もうダメだよあの人たち本当に。ミス。さあ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 、とりあえず横仕留めますね、運がなかったな。運がなかったな。え、行くよ。これ行っちゃうな、ちょっと待って、倒せちゃうんだ。すごいね、もうみんな強いねやっぱね、この程度ならもう全然余裕って感じか。倒せないんだね。まあいいですよ、負けられないのです。行くよ。遅かったな。俺も皆も待ちわびたぞ。さあその首を置いていってもらおうか。本当にあなたは首にしか興味がないのね。
ういうの圧勝って言うんじゃないの、ね、おめでとう。あなたたちはよく戦ったわ。けれどもう終わりよ。温存していた全兵力を投入しなさい。それにおじさまに合図を。あれはこれアニメーション来るよね。どんなのが来るんだろう。多分違うよね。だってクロードくんの時とは。ね、気持ち悪いよね、多くてね、うん、あ、同じ？子供たちを、皆を頼みましたよ。もう赤き谷の惨劇を繰り返させはしません。嘘だろ。なんだ。なぜ来たのです。